はいどうも、パラプンテ J2 沼チャンネルのつつんです。ということで、今回は那須大輔現役復帰ということで、ちょっとびっくりしました。まあ、この話はですけれども、この後やっていくんですけれども、それ以外にも、東京ヴェルディが積極的に動いております、長谷川達也選手が移籍かというところ、あと甲府は中村選手の復帰決定というところなんで、この辺の話をですけれどもね、やっていこうと思います。よろしくお願いいたしますと。 えー、いうことで、こちら、えー、まずそ那須、ね、大輔元球期ということで、ちょっとびっくりしましたね、えー、岩手、グルージャ盛岡の方へ。 遺跡、遺跡以上で完全遺跡って書いてありましたけれども、まあ、現役復帰ということで、しかし、まあ、1週間らしいですね。1週間後の愛媛 FC 戦をこうね、出ることに頑張っていくみたいな話をされていて、まあ、1週間限定の現役復帰ということで、まあ、ちょっとびっくりしましたね。まあ、詳しくはですけれどもね、えー、那須大介さんの YouTube チャンネルをご覧くださいと、ね、いうところですけどもね、まあ、正直僕も見たときは日付確認しましたもんね。あれ4月1日 っていうふうに思ったんですけどもね、いや、那須さん、早いよ、4月1日にあと半年以上あるよって思ったんですけども、いや、これ、本当のことと、えー、いうことで、で、今年の10月で43歳になられるんですけどもね、で、その前かなんかね、秋田社長か、今、盛岡の秋田社長とですけどもね、なんかね、そういう話はされていたっちゅう話は、されてて、まあ、こうね、盛岡を盛り上げてほしいじゃないけども、ってことでございましょうかね、背番号は、え五、ー、55番と、 いうことで多分那、ね、須さんも相当これ悩んだと。 思うんですよね。これ、YouTube チャンネルの冒頭でも話されていましたけれども、やっぱりこうね、JS まあプロのリーグでやるわけなんで、で、やっぱりこうね、現役に対して、まあ、4年ぐらいですよね、だからプロとして、えー、ねプレイしてない選手このシーズン途中で、まあ、復帰ということなんで、まあ本当ね、メディカルスタッフの方々とか、本当真剣にね、今年戦っている選手とかと、そういうところを気持ち考えるとね、ねいきなりこうね、現役引退した選手が1週間限定で入るってなると、ね、もしかしたらこうね、ね選手 中ではえみたいなね、えー、思う方もいらっしゃったかもしれません。ちょっとそこら辺はですけれどもねわかりませんけど、もただ僕がももしもす、えー、僕がもしねナスさんの立場であればですけれどもねそういう声があってもうそういう声っていうかその、えー、秋田社長からね現役復帰みたいな、えー、ことをですけど話されてもいやーね今いる選手たちに申し訳ないみたいな気持ちに僕ならなると思いますしでまあ実際多分那須さんもですけれどもねそういう複雑な気持ちってね、うん、あったと思うんですよねしかしまあ一週間限定での復帰という とことでね、まあ来週で愛媛戦に関してですけども、これお客さん集まるんじゃないですかね、やっぱ J3 はね、この集客のところは相当苦しんでおりますし、まあ良い補強というより、まあ面白い補強でありね、まあ何だろう、なんとも言えないから、難しいですよね、うん、本当ね、やっぱまあ J リーグ盛り上げてほしいとかそういう気持ちもあってね、秋田さんがですけども、ね、秋田社長がですけどもね、えー、と思うんですけども、しかし、まあ、うん、1週間元気を聞ということな、ちょっとこの後今後の展開もですけどもね、まあ例えば契約延長みたいな、 こともあるのかな？分かりませんけどもね。ちょっとその辺はですけどもねえー。まあ続報があればね。待ちたいと思いますし。しまあ、ちょっと面白いかなと思いました。けどもね。はいでこちら。 えー、東京ヴェルディが暑いということで相当今年の夏動いてますね、えー、左なしっていうのは今シーズンの主なメンバーにはなってきます、まあ、全員は名前ありません全員は名前は入れておりませんし、まあ、433で考えてますが一応44に2トップでもやることがあるんでただ今シーズンは433でやることは回数的に多かったんでまあ、433で組んでいますけど一応2トップの場合もあるということで名前のとこに赤いマークがついている選手は今年の、えー、夏に入ってきた選手ですねで名前のに黄色マークが ある選手はとこの噂がある選手ということで長谷川選手のところに噂があるとい言入れてはいますけどもまだ正式発表じゃないですよね、僕の見落としでね正式に決まっていたら申し訳ないんですけど一応、収録段階ではまだ多分発表がなかったと思いますけどもね、でまあ、だからベルディはねまずバスケス・バイロン選手の放出というのはありましたね、でそっからその前かバスケス・バイロン獲え移籍か、移籍の前から香田選手が加入しておりましたね。でそっからババススケスバイロン選手が遺跡 してそこから中原選手が加入ということで、本当ね、ウィングタイプの獲得には、えーね、しっかり動いておりますよね。で右は中原選手と、えー、高田選手が主に今シーズン、まあ、スタメンと、えー、途中から出てるみたいな形ですよね。で、えー、ワントップのところは、ね、一応山田選手は一番上きてますけれども、染野選手も、えー、ほとんどスタメンで出ていますんで、まあ、これ、ツートップであれば、山田染野のツートップってところは、結構相手に脅威を与えているわけでございますけれども。えー、ていうことで、えー、染野中原高田 そしてね、長谷川選手の獲得に動くということでね、まあバスケスバイロン選手の移籍近のもあるんでしょうけども、ここに来てね、まあ実績抜群の長谷川かーってところ、本当びっくりしましたけどもね。で、えー、育成型クラブの東京ベルディの難しさって書いてますけどもね。で、まあ最近のベルディってやっぱりこうどちらかというと選手を送り出す立場のクラブですよね。まあ獲得よりもやっぱ放出のところでまあやっていくみたいなまあ育成型クラブに近い形で、えー、ベルディまあそういう立場なん。 ですけれどもだからこそね次にいつ昇格のチャンスが来るかわかるということでまあ、正直今ベルディがすごいのはですけれどもね選手を育成しながらしっかり、えー、勝ってるってところなかなかこれ難しいやっぱりなかなか難しいんですけれどもねまあだからこそね今年 j 1昇格を、えー、逃すと次いつ来るかわからんとこのチャンスがいつ来るかわからんってねいうところなんでねほんと声勝負を、えー、かけているなぁという感じがしますねまぁ、あ、それぐらいね育成型クラブってやっぱりアウトの方がね主力が、えー、抜かれる パターンのが多いんでね例えば今年、今後か、今後で言うとね、斉藤選手、えー、森田選手、この辺もどうなるか分かりませんし、深澤選手あたりも、えー、狙われていてもおかしくないというところ、本当に、ね、素晴らしい選手が多いが故に、いつ引き,抜か引き抜きになってもおかしくない、だからこそ上がれるときに上がっていこうみたいなところでしょうかね。で、えー、こっちの表を見てほしいんですけどもね。 これが、えー、今年のオフですね、22年と23年シーズンオフの移籍一覧ということで、今年のオフから相当動いているんですね、まあ、その中でもやっぱ斉藤選手も主力として活躍していますし、もう林選手にしても、ね、アンカーとかセンターバックとかで、えー、両方でプレーしていますで、宮原選手に関してはよく取ってきたという感じも、えー、しますし、まあ、北島選手も、ね、多くの出番を得てますので、正直獲得した選手に関しては結構試合で活躍しているんですよね。このの、ね、の補強いいうそそもそも当たっていてで、今年の 夏もこんんだけ即戦力のの選手の、えー、獲得に動いていてるんで本当ベルディの本気度が本当伝わってくる、えー、今年の1年間にはなっておりますけどもねだから本当ねベルディここから、えー、上がっていけるかどうか今,今順位表的には4位ですけどもね順位表的には4位なんですけどまだまだ自動昇学圏内は、えー、近いというところなんでまだまだ分かりませんこれに関してもと分からんというところで本当ね J2 の上位クラブの中で一番いい補強がまあ上位クラブだけじゃなくて全体通して一番いい補強が、えー、できているんじゃなかろうかっていう東京ベルディの、えー 今年の夏になっておりますね。本当ね。今後の活躍、まあ名門復活への期待値高まっておりますんで、今後もちょっと注目して見ていこうと思います。けどもね。はい。 で今回最後、えー、甲府ですね、バンフォーレ甲府も、えー、動くということで、今年、だから本当、菅井選手のま電撃移籍がありましたね。で、一応45して、4−5−1 シーまあ、えー、甲府に関して四4一5 1で今シーズン、まあ、ずっとやっておりますので、この形で一応、メンバーに関しても全員は、えー、名前入れておりませんが、一応、こんな感じで、まあ、主力のメンバーですね、えー、入れております。で、さっきも言った通り、名前のこれ赤いマークある選手は新規加入、もしくは、えーね、放出された選手にはなってきますので、一応、菅井選手もまだ名前を残しております。まあえー、今年の夏の夏 移籍試が終わったら菅井選手の、えー、名前もですけれどもねちょっと寂しいですけどもね、えー、外そうとは思ってますが一応移籍した選手と、えー、いうことで動きがあったのでまた入れておりますけれどもということで考えていくとクリスチャーの,、ね、の選手も復帰してますしで、えー、今回、中村選手ボランチーでおそらく使われるとは。 えー、思いますけれども、中村選手の、えー、復帰ということで、ね、復帰組が多いですね、甲府、まあ、はだから ACL に向けて、ね本当えー、補強が必須な状態、やっぱ、ね、菅井選手が抜けて、でま、だサイドバックの補強は、ね、なかったんですよね、確かね。 まあちょっとサイドバックの選手層は気にはなりますけども中盤とかそれ以降前目の選手は充実しておりますのでこれでなんとか ACL は戦えるかどうかってところでしょうかねまあ、だからここからね甲風は ACL とまあリーグ戦まあプレーオフ争いを現在しておりますけどもえプレーオフ争いを J2 でやりながらも ACL もやっていかんというかなかなか難しい本当にチーム分の戦力がないと難しいっていうのがありますんでこれでだから選手層を少しでもね熱くできたことは素晴らしいと書いてますけどもねえ なんか熱くの字が間違ってますね、えー、熱い、まあ、そっちの字じゃないというところですけどもね、えー、まあ熱くできたことは良かったんじゃなかろうか、ま、だ前線に関してだからまあメンバーとしてはまあ最低限揃ったかな、ただワントップのところがピーター・ウタカと光平選手がえ今シーズン主に務めておりますんで若干ね過密にいってえ連戦に耐えることができるかどうか、まあ、まあ若い選手ではないんで若干その辺はですけどもねえ気にはなりますしまあセンターバックはともかくサイドバックがちょっと枚数的には特に右はえ大丈夫かというところありますけど ちょっとこの辺はですけどもねえ、今後どういうふうにメンバー運用というかですけどもね、えー、戦っていかというところもちょっと甲府は注目して見ていくこうと思ってますけどもね。はい。というこで、後半以上になります。ね以上、プロ分岐、J2 のまチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネルやってます。その。